あなたは自分のゴールをセットしたのにたどり着かなかったことはあるのでは？レシピの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、どうやって自分のゴールを設定する前に知るべきこと。昔ながら僕も対人恐怖症だったり、なんと自殺未遂になったんで、当初僕のコーチはやってくれて、自分をその対人恐怖症からを助けてくれた。でそこから僕は自分のゴールにしたのは、同じく700万人の対人恐怖症者を脱出させること。そしてもしあなたは現在対人恐怖症を抱いている人だったら、最初はこっちの動画をご覧ください。こちらも役に立つかもしれません。またはもしあなたは現在誰も相談に乗ったりしないの方だったら、自分に PM してください。または自分の下の概要欄でページが貼ってあるので、そこにもう自分とのコールもスケジュールは可能です。では早速参りましょう。自分のゴールを設定するときには一番大事は何でしょう？一番大事のはそれを貫くでしょう。だって世界中での9割は自分のゴールを設定したのにゴールまで行かないというようなパターンです。でも一番の達成者の人だったら、彼はずっとそのゴールまでに行ける。どうしてその行けるかというと、これは習慣です。あくまで要請ですね。その要請、その勢いがあるからこそ自分がそこまでたどり着く。つまりその勢いを守るのはあなたの仕事です。そしてどうやってその守るかというと、昔前にもトニー・ロビンスがアンソニー・ロビンスが言ったのは、我々は何かを決定するときには人生が変わる、自分の運命が変わるというのことですね。その瞬間で我々の運命が変わる。で我々の運命が変わるからこそ、どうやってその変わるかというと、何か決定するときには、これはね、すべて前の過去を切るというのことですね。前の習慣性を切る。何が用がなかろうか、それを切る。切るからこそ、そこからフルコミットメントするというのことは、実際の決定、実際の決まりというのことです。自分の心の中で。そうしないと、我々はだんだん自分にも自信なくなったり、うつ病になったり、万が一自殺にもなったりする人も結構いるんですけれども、だから自分が決まったことを絶対貫くはポイントです。そして、ハル・エロルドさん、マイ・ミリカル・モーニングというの本を書いた人なんですけれども、ザ・ミリカル・モーニング、奇跡の、朝というの本だったっけ、日本版の翻訳だったっけ。その本では、彼は一つの方法を紹介するのは、彼は1万円ね、日本だったら1万円ですね。1万円、毎朝自分の暦を見つめるカレンダーのとこに行って、で、今はね、これやりたくないとかだったら、その1万円と隣はライターがある。やらないときにはその1万円を燃やすというようなことですね。で、それを燃えるから、毎回は毎日そうやると、これ結構ね、すごく自分の経済力、経済的にはきついだから、すごくやりたくないでしょ。やりたくないから自分の、本当に自分のゴールまでに行く。だから最初自分のゴールを設定して、そのゴールからは、毎日の小さいのゴールをちゃんとして暦に行って、でそこからそのゴールをたどり着くか、気がするか気がしないか、気がしないならこの1万円を燃やす、じゃなかったらそのゴールまでに行くというのことです。ではレシェイプの皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますので、もしよかったら登録と通知バトンをお願いいたします。なぜならば、明日の動画なんですけれども、どうやって自分の人生にはいと言えるというの、技をちゃんとみんなに説明したいと思います。だから登録と通知バトンをお願いいたします。自分のも足のケアだから、つまり配りは世話ということですね。自分の友達にもシェアしてください。もしその動画が良かったら高評価もお願いいたします。そしてこちらの
チャンネルなんですけれども、大体は自己啓発や心理学を使って対人恐怖症、怠慢対策などを、まあ、その対策などをいろんなシェアしてするというのチャンネルなんですけれども、または Facebook マーケティングもシェアしますので、もしよかったらその間で2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。